皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はなんとタイに来ております。タイの改造車事情をお伝えしたいと思います。今日ここタイに何しに来てるかってことなんですけども、ポルシェチューナーでおなじみテックアートのディーラーミーティング、これに参加しに来てます。今日の予定としては、午前中ちょっと市内を見て回って、午後からホテルで勉強会ってことなんで、まあ、どこまで面白いものが取れるのか内容もちょっとわからないんですけども、なるべくお伝えしたいと思います。で、参加してるディーラーはタイ、シンガポール、中国、あとインド、あとオーストラリアなんかのアジア、オセアニア地域のテックアートディーラーなんですけども、実は昨日の夕方僕らも到着してて、まあ、歓迎会&新しいコンプリートカーの発表会なんていうのがあって、かなり盛り上がってたんで、集合時間なんですけど誰も来てない感じですね。ちょっと先行きだいぶ不安なんですけども、なるべく今日の一日をお伝えしたいと思います。結局昨日盛り上がりすぎたみたいで、20人ぐらい参加してるはずなんですけど、朝集まったのが5人ということで、僕多分1人でお届けすると思うんですけど、行きます。ただの観光動画になってるんですけど、今着いたのがタイの王室、王宮みたいです。日本でいうところの皇居的な。 AllrightHello? ちなみに起きれたのはテクアートの社長のトバヤスと、あと中国ディーラーのチューさんと、あとインドネシアディーラーのアディンさん。 Yes, I'm from Indonesia. Hello. はい。アディンさんなんか、ケーニグセクとかモーガンとかジープのディーラーもやってるすごいところみたいです。あ、ちなみに今回みんなお揃いの T シャツ着てます。フライウェイト発売記念の。これもう何のチャンネルだかよくわかんない。あの、一応改造車をお届けするチャンネルです。サブチャン的な雰囲気で楽しんでいただければ。一応午前中は今日市内観光少し本当に2時間ぐらいかな見て、でその後みんなでランチ、ミーティングしながらランチして、その後はがっつり3時間半ぐらい今勉強会をしてきました。でまだ詳しいことは言えないんですけれども、来年いろいろ新しいものが発表になるみたいです。特に992の GTS だっけ、リア周り寂しいなって思ってる方はもうちょっと待ってください。あの、すっごくいいものがテックアートから出るんで、それ待った方がいいと思います。まあ、それは時期が来たらご紹介したいと思います。で、これからちょっと夕飯、あの、みんなでディナーなんですけど、時間があるんでタイのちょっとストリートの改造車事情を。で、空港降りてから欧州車はほとんど見なかったんですけど、この泊まってるホテル周辺は結構高級車多いです。ただ現行がほぼいないよね。現行ほぼいない感じで、前方がなんかメインな感じ。役付きがいない。確かに。で、聞いたらなんかタイは自動車の関税が 200% ってことで、漏れなく車が3倍になるっていう。3000万円の車9000万円っていう。だからこの辺の欧州車乗ってる人の事情は分かんないですけど、まあとにかく高級車も高級車で、ちょっと特別な車っていう感じみたいです。そしてですね、フルスモ率は異常、だいたい8割ぐらいフルスモな感じだよね。で、あとボルクレーシング履いてる率も異常。もうハイエースのあのもっと大きいやつみたいな、そんなのがみんなボルクレーシングのホイール履いてる感じです。で、泊まってるこのホテル周辺は割と欧州車走ってる感じですね。ただ道がめちゃくちゃ悪いんで、もうこの入るところとか段差、純正リフターとかロベルタあっても多分これ全然無理なレベル。そのせいもあってか、やっぱりそのタイのディーラーが作ってる車とかもみんな車高が高いんですよね。その辺はもう日本のその車庫端文化のおかげかどうかわかんないですけど、もう日本のフィットメントと車高はもう世界一だと思います。もういろんなディーラーの車も今回見せてもらいましたけど、写真とかで。
あの日本ほどバチバチで車庫団の車はまずないっす。そしてちなみに前から今アルファードが来たんですけど、アルファードも2500万円って言ってました、ね、で道も本当にこんなんなんで、まあまあまあ、でもロベルタが逆にこうタイ進出したらめちゃくちゃ売れそうな気するけど、この辺が泊まってるホテルに割と近い、こういろんな車が走ってるエリア。ちょっとかっこいい車いたらお届けしたいと思います。もう誰一人として信号を守らない。日本すげえな、やっぱり。そりゃスクランブル、渋谷のスクランブル交差点ビビるよね。軍隊の整列かというぐらいこうピタッと止まるから。今あの市内の一番豪華そうなビルに入ったら、なんとビルの中にディーラーが、そっちロールスディーラーが入ってて、こっちミニディーラー、しかも日本に入ってない SE が入ってたりとか。あ、アストンも入ってる。あ、そう、 BM はやっぱり E なんだな、 530E なんだけど。あ、レンジも入ってる。え、そんなにバカ高なの本当に。画面が違う。ちょっとテスラっぽいやつ。1、10、100、1000万、10万、100万、800、3400万円。やば、怖っ、マジか。だってイヴォーグも2000万近いってことでしょ。じゃあやば。え、ベントレーなんかマジでいくらすんの。しかもあの奥でくつろいでるお客さんはとんでもない度胸のお金持ちってことでしょ。ポルシェディーラーもなんかオープン予定で、こっちはハーレーが入ってて、アストンも入ってて、うん、よくわかんないな。3万円じゃ30万ぐらいか。あ、新しいスペクター。すげえな、このスペースに1台だからね。さあ、そんなわけでちょっと夕飯までの少しの間、バンコク市内を少し歩いてみました。まあ、全体的に本当に役付きの車が走ってない。 M モデルとか AMG とか RS とかで、スーパーカーは初日に SF90 が止まってるのを1回見ただけで、あとは見てないです。だポルシェはまあちょいちょいいるかなっていう感じですね。というわけで、もうほぼ何の動画だか分かんない感じになってるんですけども、まあ、タイに改造車を探しに、まあ、本当はバンコクモーターショーなんて、明後日からかなが本番になると思います。というわけで、ボンドチャンネルのチャンネル登録と、インスタとかで結構この辺リアルタイムに発信するんで、ぜひインスタのフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。